よし、よし、こんにちは。キャンプシリーズはいということで、はい、まあ前回西武行かせていただきましたね、うん、次は、まあ、西武の横でやってるって言ったら、はい、もう広島だよ、ね、おー来ました。まず監督と話した。普通普段さ、はい、シーズン入ると監督ってベンチから出てきてすぐ外野の方に行っちゃうんだよ。普通バッティングのゲージの後ろに監督って控えてバッティングを見てたりとかするんだけど、緒方監督っていうのは外野行って誰とも喋らないんだよ。で全体の練習を見てるんだよ。でバッティングが始まった時にゲージの後ろにいたから、まあ3連覇おめでとうということを伝え、ね、ありがとうございます、やっぱ厳しく見てるねっていう風な話をしたら、いや僕はコーチにしか言ってませんよって、選手には言わないと。へえ、そうなん、直接言わないってことですか。言わない。へえ、全部コーチから伝えさせると。へえ、それは徹底してるらしいよ。あ、そうなんですか。だから僕は選手とは会話をしない、選手も僕のところに会話を求めてこない。へえ、全部コーチ経由で僕のところに上がってくるし、僕はコーチに言ってコーチからトップダウンで落としてると。そうなんですか。なんか狙いがあるんですかね、うん、やっぱ組織なんだよ。あ、組織っていうのはコーチを飛び越えて監督と選手が話すと、はい、コーチっていらなくなっちゃう。だからそこら辺は徹底してるらしいよ。だから俺はそこに強さを感じた。これはね、なぜかというと、うん、やっぱ1軍と2軍との入れ替えとか、はい、ね、選手を見極めるときにやっぱ情が邪魔するときってあるんだよ、うん、人間って、はい、ただその情は一切ないって言ってたよ。でもそれだけコーチ陣の人を信頼しなきゃできないってことでしょうね。もちろんそうだよね。で、長野の話をした。おお、うん、それ聞きたいです。長野はなぜ取ったのかという、はい、はい、おー、聞きたいです。それめちゃくちゃ聞きたい。それですよ、それもう若手を最初探してたと。でも、ブロックされてて、はい、欲しい選手はいなかった、はい、で、今年戦うために誰がいるかって言ったら長野だった。じゃあ使うのかって聞いたら、はい、いや競争です。ほう、その代わり、まあ、若手を扱うような競争はさせない。実績もあるしね、キャリアもあるから、だからそこに勝ってほしいなとは思ってます。でも鼻から確約はできない。おー、だからそこら辺も厳しいんだよ。いやー、すごい厳しいですね。で長野に会ってきたよ。お、本人にどうだと。はい、おー、行きたいです。いやもうやるしかないですと。あー、すごい生き生きしてた。いいっすね。で鈴木誠也と並んで徳内をやるんだけど、で鈴木誠也に山川と同じような質問した。はいはい、なるほど。どういう感じでバッティングしてるんだ、はい、でフライボールは革命はって言った。あ、はい、僕はホームランバッターじゃないって言うんだ。ほう、やっぱ4番は打ってるけども間を抜いて長打も打って足も使わなきゃいけない選手だから、山川とはちょっと考え方が違いますねって言ってた。だから僕は低いライナー、鋭い当たり、まあそういうことを意識してる。でフライボール革命はって言ったらやっぱ潜っちゃうんですよ。ああ、今やったことあるんだよね、はい、だからちょっと 潜っちゃうから、いや僕はあんまり意識しない。強く叩くことを意識してる、うん、で叩くっていうのはやっぱ最短距離を通して勝って、上からかっていうと、はい、いやちょっと違う。微妙なニュアンスがあるよね。微妙なニュアンスが、今課題にしてることは右にも鋭いライナー、ああよくば放り込みたい。右のホームランがないんです。右肩が下がるとこう全部失速をしてしまう、はいはい、スライスが立って、はい、だからそこを直したいんだと。右に大きいのを打てるって言ったら昔の選手で誰を思うか。いやもうタイロン・ウッズですよ。右に大きいの、にわかさん。ああそう、確かに違う。え、右ですか。入り口に聞いてみたんだよ。お、僕はボールを引きつけて右手を立てたまま、立ったまま打つ感覚、はいはい、バットのヘッドをこう立てる感じが、はい、で持ってった。だから結構引きつけないとできないですよ。そうそうそう、その考えっていうのは。そういう感じで打つといいらしい。はあ、へえ。で目立ったのがやっぱりショートの田中。おお、はい、康介さん。ボールの取り方が丁寧だわ。ああ、ホント、菊池、はい、ダラダラしてた。そんなことはないんだけど、
やっぱテーマがやっぱ脱力なんだろうね。あ、その余裕があるってこと。いや余裕とかじゃなくて、やっぱこう下半身に力入っててもさ、上体の力っていうのはさ、どれだけ抜けるかがハンドリングにもつながるし、柔らかさにもつながるんだ。それを徹底してやってたよ。だから周りから見るとダラダラに見えると思う。へえ、なんだ菊池ダラダラしてんだって思うかもわからないけど、内野手が一番大切なことは下半身の力を抜いて上が脱力ができてること。これが一番ミスの少ない取り方につながってくるから、だからそれを徹底してやってた。それはセカンドの菊池だからそうしてるだけで、ショートの田中はちょっとジャックリしたら終わるじゃない、ショートってセーフになったりとかする。だから一つ一つが丁寧なんです。え、今回小園くん、うん、どうでしょう。そうだ、すれ違った。あっ、お一瞬止まったん、会釈して行っちゃったからな。どこ行くんだ。だからファンだと思われたってことじゃないですか。ああ、なんか関係者だ、なんか偉い人、まあ、そこら辺の住職だと思った。